それより。もうついていたか。さすが。うん。早いな。遅いよ。お、超半純義。久しぶり。元気だった？ええ。お二人ともお変わりないようで。どうも。鈴木太一さん。二人とも見た顔だ。ハンピン・リューマンの元総帥に、あんたにはおなじみのハン・ジュンギだ。孫妃から聞いて事情は心得ています。あなたに残された時間が少ないことも含めて。そうだ。なら話は早い。あっちの二人は偉人町の探偵でね、町の動向を探るときにちょこちょこ仕事させてるんだ。今は試用期間ってとこ。はあ、あの若いの桐生さんがどういう相手か分かってねえんだろうな。知らぬが仏だね。なるほど。沢城って男は相変わらず腹を見せないみたいだね。彼が海老名とどこまで深くつながっているかで青龍会への切り込み方を考える必要がある。青龍会は跡目だった高部が無所に行った頃からどんどん不透明な組織になっていきました。ですがここへ来て腑に落ちたことがあります。なんだいそりゃ。高部が警察に捕まったのは組員に拳銃を持たせていた容疑だったんですがね。どうやらそれは海老名のでっち上げと考えられそうです。何？組員内部からの情報提供が逮捕につながったと聞いています。もし海老名の目的が本当に極道の第二次大解散であれば高部を排除する必要はない。だから我々も海老名を密告の容疑者とは考えていなかった。しかし大解散が単なるお題目で海老名の狙いが青龍会を牛耳ることなら高部を刺したのは海老名で決まりでしょう。はじめは極道を大解散させるつもりが組に入って気が変わったってことか。もしくは初めから青龍会を乗っ取る気で組に入ったか。わざわざ警察のエリート官僚まで辞めてな。何のために？そこがまだ見えてないところだ。じゃあいつも海老名の隣にいる沢城ならその辺の話も知ってるかもね。ああ、あいつが春日の言う通り海老名と一枚岩じゃねえならな。沢城の連絡先は孫妃が知ってんだよね。だったら話ができないか聞いてみたらいい。海老名のいない場所でね。どうした？沢城だ。桐生だ。あんたと話がしたい。桐生さん。今どこにいる？海老名は一緒か？要件を先に言ってください。俺に何か？話がしてえだけだ。海老名のいないところでな。あいにくですが俺は忙しいんです。ご承知のように大量の組員をハワイに送り出す準備中でしてね。あんたは客寄せの名誉職だろ。海老名の尻にくっついてる以外で仕事あんのか？今のセルフ一の野郎が言ってたなら
ぶっ殺すぞだ。文句があるなら面と向かって言え。どこに行け会える？不当にある清流会の倉庫です。ナンバーが場所を知っています。海老名は一緒じゃねえんだな。ええ、ですが俺は一人じゃない。清流会の人間が大勢いる。彼らも忙しくしてるし、仕事を邪魔してくる奴には容赦しないでしょう。なるほどな。それでも来るってんなら、俺もこれ以上は何も言いません。では。どう考えりゃいいんだ、今の。沢城に会いに行ったら、清流会の連中が襲ってくるってことか？うん、そうなるよね。私が思うに沢城は脈ありだがね。え？本気でこちらと会う気がないなら場所も言わないし、組員がいることも警告はしてこない。私には沢城から SOS が出てるようにさえ感じられた。ってことはやっぱり沢城は私たちの味方？ああ、だったら早速倉庫に行こうぜ。だが一方で沢城が裏の裏を書いてくる可能性もある。つまり倉庫に行ったら大量の清流会組員はもちろん海老名も待ち構えてたりしてな。おお、じゃあどうやって嘘と本当を見極めりゃいいんだ。結局のとこ行ってみなきゃわからねってことか。危険だけどやるしかないわね。ああ、オッケー、なら俺も一緒に行くよ。え？え？何？ダメ？いや、もちろんありがたいが、いいのか？ソンヒもここんとこ楽しそうにやってたみたいだしね。いや、しかしお二人にそんな軽いフットワークで動かれると方々に示しが。そんなのお前が睨み聞かせりゃ問題ないじゃん。そうは思いませんけど。お前も来てくれりゃ確かに頼もしいが、立場的にも清流会と表立って揉めるのはまずいんじゃないのか。もう偉人町の平和は崩れ始めてるし、連中から始めたことだからね。売られた喧嘩なんだから文句言われる筋合いはないよ。それに立場気にしてダチ助けないとかなんかダサいじゃん。キリュウさんは助けないの？あれ？俺なんか変なこと言っちゃった？いや、変だったのは俺の方だ。そう、構わないか？うん、まあ私は別に歓迎するなんて言わないのね。ツンデレの君にそこまで期待しちゃいないよ。よし、ってことでみんなまたよろしく頼むよ。ああ、大歓迎だぜ、チョウ。もう私たち敵なしなんじゃない？なんだかみんなで随分楽しそうなことですね。わかった。
お疲れ様です。よし歌うか。盛り上がっていくぜ。DJ Kazuma Come from Nippon Next song is 好きになれる人を好きになれたならば Here we go。 一人暮らしには不釣り合いな部屋で苦戦気も回せないまま、とほうと日が暮れてく。記念日の腕時計は切なきメトロノーム。すっごい高級品だ。そばにいれれば幸せだった、それだけでよかったのに。直線気回しった。愛した先に、oh, yeah. 愛のない恋、眩く収まる世界と収まらないこのささくれた感情。君を抱きしめた。好きになれる人を、世間的に知って、ソーシャルなメディアのいいね気にして、自分なくして、君をなくして、食洗機はあるけどやっぱり回せない。それでは、
いらっしゃいませ。ありがとう。やってやろうじゃ、本気でね。やるか。どこ見てんの？よく吠えるね。うわっ！出てきたぜ。叩き潰す。もうギブアップ。おめおめやりますか。くそ。まだまだこんなもんだ。いい感じ。いらっしゃいませ。ありがとう。お、どちらまで。それでは。ここがその廃墟か。建設中に火災か。もったいない話だね。お、いたな、歌丸。ああ、孫飛か。あ、なんかこわもての人ね。相当な使い手なのかしら。待っていたぞ。何か待ってたぞ。だ、呼び捨てにしやがって。調子に乗るんじゃない。ひぃ、ごめんなさい。なんか雰囲気に乗ってしまいまして。で、こいつは誰なんだ。ああ、うちの幹部の一人、歌丸だ。この廃墟の噂を聞いて先に調査に行かせていたんだよ。歌丸だ、よろしく頼む。で、どうなんだ。このビルに巣くってる連中はいたのか。はい、めちゃめちゃいました。かなりの数です。しかもめちゃくちゃ強いです。うちの部下や周囲のチンピラ連中をかき集めて中を調査させたんですけど、全然帰ってこないし。帰ってこない？そいつらにやられたということか。おそらく。それか孫飛が怖いからあっちに寝返ったのかもしれませんがね。プクク。何がプククだ。お前が責任者だろうが。いい、その通りです。ごめんなさい、ごめんなさい。しかし、うちの部下でも手が出ないとなるとかなりの強敵揃いかもしれないな。このまま引き下がる？わけないだろ。偉人町の裏社会を仕切る立場として、そんな奴らをのさばらせておくわけにはいかない。うちの部下を可愛がってくれたっていうのならなおさらだ。きっちり借りは返す。さすがは我らのリーダー孫飛。そう言うと思ってましたよ。奴らはここの地下に巣くってます。かなり下の階まであるみたいですから、お気をつけて。
お前は行かないのか？私は行きません。危ないですからね。暴力反対。よし、じゃあ行くか。コミジュルの調査隊も捕まってるのかもね。見つけたら助けていきますか。そうだな、結構強いらしい。気合い入れていくぞ。はいよ、行くよ、サオヒ。いってらっしゃいませ。筋肉はな、若い頃を思い出すのは。楽しむことだよ、私の番。恥かいて知らないから。覚悟できてる。多く吠えるね。どうしようかな。これだ。調子出てきたぞ。やりますか。やるか。まあこんなもんだ。素直に喜んでおくか。またいい男になっちゃった。大人の渋みが出てきたぜ。いい感じだよ。あそこに何かあるな。あそこに有益なものがありそうだぞ。いい感じ。お宝の予感。校長だ。そんな目で見てんじゃねえよ。このボケが。かかってきやがる。これじゃ。かかってきなよ。私の番。どうした。楽しませてやね。よく吠えるね。やる気あるの。相手してやる。どうか止める。そこだ。やるの。よっしゃ。もうギブアップ。来いよ。どうした。どうしよっかな。遊んでやるか。見せてあげる。手加減はなしだ。よく吠えるね。来ない。やる気あるの。寝てるわ。やりますか。さっさと来い。しのげるかな。はい。
やるか。愚か者、相手してやる。なめんなよ。楽しませて。よく吠えるね。脇が甘いな。しつけの時間。死ぬな。浅いな。どうした？かかってきなよ。私の番。容赦しない。勝負はそれになったよ。見とれないでよね。よし。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？体が軽い。さあ、先を急ぐぞ。まあ、こんなもんだ。この人助けてあげた方がいいんじゃない？悪くない。ふかしてんじゃねえぞ。本気で来ない？やるか。かかってきなよ。ただし止める。そら、くれてやる。行くぞ。やるな。やって。私の番。よく吠える。見せてあげる。来ないのか。調子出てきたぞ。ついてこれるか。俺の番。どうか見てんの。しのげるかな。これで。どうした。私の番。脇が甘いな。手加減はなしだ。楽しませてよね。もうギブアップ。調子乗ってんじゃねえぞ。終わらせる。どうしよっかな。容赦しない。ガーンと邪魔すよ。弱い。まあ、こんなんじゃ。安全だね。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？開けてみるか。うお。覚悟しろよ。
本気できない。私の番。さてさてと、よく吠えるね。止める。ステイ。どうしよっかな。もうギブアップ。見せてあげる。調子出てきたぞ。寝てるわ。うわ、俺の番。暗いなよ。はい、まだ勝負あったな。ありすぎ。まだ強くなれるとはな。悪くない気分だぜ。何だったんだあいつは。金庫にあんなのが入っているとは。どこにどんな奴がいるかわからん。開けるときも用心しておくか。おお、イラつくんだよ。あそこに有益なものがありそうだぞ。お宝の予感。さあどんどん行くわよ。悪くない気分だぜ。負ける気がしねえな。あそこに有益なものがありそうだぞ。なんだお前。あそこに何かあるな。何見てんだ。どれだ。ねえ、あれなんだろう。行ってみない。開けてみるか。うわ、痛えな、痛えな。さて始めようか。うれ、やるか。楽しませてやね。どうした。よく肩をつけよう。やるか。一発で決めるよ。当然だ。どうしよっかな。かかってこいや。見せてあげる。手加減はなしだ。叩き潰す。さばはしまいだ。俺の番。力の差を見せて。すりゃ私の番。調子出てきたぞ。終わらせる。やりますか。まだまだこんなもんだ。だでめ。
お宝の予感。よし、先に進むぞ。調子出てきたぜ。あそこに有益なものがありそうだぞ。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？てめえ、喧嘩させろや。お宝の予感。あそこに何かあるな。あの人ヤバそうな状況だよ。助けていいかな。おうまい。おいしい。うん、いいんじゃない。おいしい。やるわね。いけるな。いける。これがうまいよ。うまっ、うん、おうまい。うまっ。後悔するなよ。私の番だ。もうギブアップ。が甘いな。そうだ、くれてやる。私の番、見せてあげる。手加減はなしだ。寝てるわ。俺をバカにするな。生きて返さねえ。俺の番。さっさと来い。しのげるかな。潰れろ。やるか。恥かいても知らないか。相手してやる。仕留める。しつけの時間。死ねえか。どうしよっかな。容赦しない。はあ。ボケボケボケボボボ。で。調子出てきたぞ。しゃあ。やりますか。私の番。無駄だ。勝負あったら。格が上がったね。またいい男になっちゃった。あそこに有益なものがありそうだぞ。絶好調かも。
何見てんだよ。調子乗ってんじゃねえぞ。覚悟してよね。やるか。私の番。どうした？リズム。はい。もうギブアップ。手加減はなしだ。テリア、やりますか。弱いな、こんなんじゃ。いい感じ。まだまだ強くなれそう。素直に喜んでおくか。よし、よし、先に進もうか。開けてみるか。やったぜ。悪くない気分だぜ。この辺は人の気配がしないな。少し休むのも手かもしれない。出てきたぞ。強くなれるとはな。悪くない気分だぜ。見とれないでよね。格が上がったね。またいい男になっちゃった。人生これ成長。
大人の渋みが出てきたぜ。体は万全だね。まあこんなもんだ。お宝の予感。さあ、先を急ぐぞ。悪くない気分だぜ。ソンヒはどんな音楽をよく聴くんだ？固定したジャンルではなく、いろいろ聴くぞ。昔の曲もな。カムロ巡恋歌とかは最近のお気に入りの曲だ。カムロ巡恋歌は俺も好きだぜ。今度デュエットするか。キリュウさんとデュエットか。ではボイストレーニングに通うので少し。え？いや、ソンヒはかん。まあ。よし。もしかしてお酒飲もうとしてます？お体は平気なんですか？少し香りを楽しむ程度にやるだけだ。心配いらねえよ。もう、そういうことなら今私の隣の席空いてますけど。おう、ご相伴に預かるとするぜ。サエコはキャバクラのママをやってるんだったな。ええ、こう見えて一応オーナーです。前のオーナーが亡くなった後、いろいろあって経営を引き継いだんです。お店の接客は若い子たちが頑張ってくれてるけど、時々は私も接客してるんです。だとすると俺もこの状況じゃ金を払うべきなのかもな。本当はそうですね。でも桐生さんには前にいろいろ助けてもらったし、私たち借りがありますから。桐生さんからお金なんてもらえませんよ。お、いけない。桐生さんじゃなくて鈴木さんって呼ばなきゃでしたっけ。仲間うちでは本名で呼んでくれ。この店に敵はいないし、そうしてくれると嬉しい。ですよね。私もその方がずっとやりやすいです。じゃあ他のメンバーはともかく、私は桐生さんって呼ばせてもらおうっと。
やっぱり桐生さんは一口お酒飲むだけでも貫禄ですね。大人って感じ。お互い様だろう。バーで一人飲みするお前もなかなかの貫禄だったぜ。そうですか。じゃあお店の経営に若さを吸い取られちゃったかも。確かに一国一城の主なら若さだけじゃ切り抜けられねえだろうしな。そうなんですよね。そのせいか私に言い寄ってくる男の人も昔と比べて口説き文句が変わってきました。おお、どんな風に。彼らはことあるごとに付き合った先のことを、具体的には結婚を意識してるような感じをちらつかせてくるっていうか。なんだか表客だな。他の若い女の子にはそうでもないんだけど、私がつくお客さんの中にはちょくちょくいますね、婚活中の人で。それってつまり私の年齢が適齢期で、少なくとも周りからはそういう目で見られてんだろうなって意識しちゃう。しかも言い寄ってくる人たちの中には結構お金持ってて条件いいなって男もいたりして。案外まんざらでもなさそうじゃねえか。どうですかね。正直私としてはあまり結婚願望はないし、今のままでも十分楽しくやってるから。でもその一方で私には双子の妹がいて、あの子には今付き合っている彼氏と結婚して早く落ち着けばいいのにとか思っちゃう。だって早く結婚しないと適齢期逃しちゃうから。そいつはおかしいだろう。双子の妹なら年齢も同じなんだからよ。そうなんです。自分のことは棚にあげてね。我ながら都合のいいこと言ってるなって分かっちゃいます。それが分かってるなら俺から言うことはねえな。そういえば、ん？一番は私のこと何か言ってました？ハワイで一緒にいた時。さてな、急にどうしたんだ。春日のことが気になるのか。そういうわけじゃないんですけど、私はしばらくあいつと話してなかったからちょっと頭にくることがあったし。しばらく話してないってどのくらいだ。いえ、別に元気でやってたんならそれでいいんです。まあ一番のことだから、どこにいたってしぶとく明るくやってんだろうなって想像してましたし。やだ、ちょっと桐生さん、何急に黙っちゃったりして。春日に伝えたいことがあれば俺が聞くぜ。何でも言ってみろ。そんな伝えたいことだなんて、今のところ大丈夫。でもありがとうございます。別に今すぐでなくてもいい。これから先いつでも構わねえ。俺にできることがありゃ何でも言ってくれ。はい、わかりました。どうしたもんかな。ここで俺があんまりお前と楽しく飲み続けると春日のやつがひがんじまうかもしれん。やだな、もう。だから私たちはそんなんじゃないですってば。そっか。じゃまた機会があったら一緒に飲んでくれ。
迷惑でなけりゃな。迷惑だなんてとんでもない。ただし桐生さんの体に触らない程度にですよ。よかった。ならこれからもよろしく頼む。ええ、そうですね、もちろん喜んで。